増田敏夫の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。アメリカでは大統領選が本格化する中、トランプ大統領へのバッシングが過熱しているということなんですが、現在どのようになっているのでしょうか。まあ、バッシングというんでしょうか、トランプ叩きというんでしょうかね。まあ、CNN はもともとアンチトランプで、トランプの反対派の方なんですが、もう連日連夜ですね、もうトランプ叩きそのものという感じですね。まあ古いところから言いますとね、トランプ大統領の身内からもですね、トランプ叩きが起こってますね。確か今年の5月頃だったと思うんですが、トランプ大統領の姪御さんなんですけども、まあいわば暴露本を出しましてね、まあ家族に対するそのなんていうんでしょうか、冷たさっていうんですかね、自分がいかに自己的であるかという、いわゆるその家族というものの思いやりなんかからっきしないというようなことをですね、まあいろいろなケースを挙げて、そういった本をまあ出したんですけども、その後はですね、まあ、これは日本でも随分いろいろ報道されましたけども、トランプ大統領のですね、安全保障に関する大統領補佐官ですね、ジョン・ボルトンさんという方がいるんですよ。私一度私のホームページにですね、私とボルトンさんが写ってる写真を出したことあるんですけども、もちろん大統領補佐官になられた頃の写真で、その後ではないんですけども、このボルトンさんがですね、まあ、お辞めになったというか首を切られたというか、まあ、いずれにしても辞めてからですね、まあ俗に言うこの、自分がこの大統領補佐官をやってた時のですね、いろんなその自分が見聞きてきたこと、これをまあ一冊の本にですねまとめまして、まあ、大統領補佐官語録とでも言いますかね、まあ、そういう本を出されたんですよ。でここでは、まあ、個人的抽象というよりもですね、大統領が、まあ、大統領としてですね、アメリカの大統領としてのこの職務に対する、まあ、批判が、まあ、中心でして、まあ、例えば日本をどういうふうに思ってたかとかですね、安倍総理と、まあ、非常に親密な関係だということにはなってるけども、実はこうこうこういうことがあって、ああいうことがあってっていういろんなその事例を出しましてね、まあはっきり言って、軽んじてる、バカにしてるというようなこととかですね、韓国の文在寅大統領についてもですね、トランプ大統領はもうなんか軽んじてるというような、いろんなですね、まあいろいろ報道されてることとはですね、ことからすると考えられないようなですね、それぞれの国あるいは国の大統領あるいは首相に対するですね、トランプ大統領の本当はどういうことを思ってるのかというようなことを暴露してですね、まあ、そういう本が出てですね、日本でもかなり話題になったわけですね。で、今大騒ぎになっているのはですね、トランプ大統領の施設秘書をやってられたですね、マイケル・コーエンさんという方がいるんですが、この方はちょうどいつでしたか、トランプ大統領が金正恩、北朝鮮労働党委員長とですね、会談をやってることがあったんですが、あれハノイでしたかね、会談をやってる時にですね、ちょうどその日にですね、このコーエンさんが議会で、証言をしましてね、まあトランプ大統領の
徹底的に叩くですね、嘘つきでありペテン師であり、アメリカの恥だみたいなですね、証言、これ証言ですからね、まあ日本で言えば国会ですが、アメリカ議会でのですね、証言をしたわけですね。しかも大統領の、トランプ大統領の私設ですからね、大統領として公的の秘書官ではなくて、個人の秘書をやった個人の弁護士をやってられた方ですから、相当ですね、まあ、トランプ大統領のいろんなことを知ってるわけですね、これを、まあ、証言したその方がですね、このマイケル・コーエンさんが最近本をですね出したんです。まさに暴露本ですね、まあ、今ロシアゲートといってですね、トランプ大統領就任早々ロシアとの関係疑惑というのがあったんですが、そのことについてもですね、いろいろ詳しく書いてまして、本当はトランプ大統領はロシアとつながってたんだみたいなですね、いろんな、まあ、実話をこの披露するということでですね、今アメリカはそれで大騒ぎになってるんですね。今度はそこへ持ってきてですね、アメリカの、まあ、リタイアした引退したこのペンタゴン、アメリカの軍のですね、ジェネラル、まあ、ジェネラルというと戦前の軍のあれでいくと、まあ、日本では大佐クラスですかね、今自衛隊だと一佐とかいうことになるんでしょうが、まあ、アメリカではジェネラルという位があるんですけども、軍のトップですよね。このジェネラルの人が何人かですね、もうトランプはもうアメリカの恥で、もうアメリカを愛する我々軍にとってみたらですね、毛虫みたいなものだとかですね、まあ、いろいろ表現はすごいんですけども、もう徹底したですね、この批判っていうんでしょうかね、をしてるわけなんですよ。でまたまずいことにですね、トランプがヨーロッパの NATO の総会の時にですね、まあ、多分口を滑らしたんでしょうけども、まあ、イラク戦争、中東のイラクでアメリカはですね、ブッシュ大統領の時代ですが、まあ、戦争をしたわけですが、そこでですね、何千人ものアメリカの将兵がですね、兵隊が、まあ、戦死してるわけですね、そういう戦死した人のことをですね、ストゥピッドルーザーって言いましてね、まあ、日本語に訳すと負け犬とでも言うんでしょうかね、まあ、非常にひどい表現で、まあ、いわば負け犬だと、しかもバカなもんだというようなですね、表現をした。これ実際に録音されてたんですね。それが今頃ですね、出てきまして、まあ、連日のようにテレビでですねこれが出てくるということで、もう軍の方は劣化のごとく起こってですね、国を愛するこの愛国心に対する冒涜だとかですね、He is no fit だ、どういうことかというと、もう大統領には適さないと、フィットしないというようなことでですね、今もう大騒ぎになってるわけですね。でそこへ持ってきて、バイデンさんが確かミシガンかどっかで、まあ、演説をした中でですね、このコロナ、新型コロナをそのトランプ大統領はその軽視してたと、軽く見てたと、そしていろいろな危険性、事実をちゃんと専門家の研究者から、細菌学者から、いかにひどいもんか、いかに危険なものかということを把握していながら、2月の時点で、その非常事態宣言を出せばよかったのにですね、そこで、それを軽んじて、そして、1ヶ月遅れたためにですね、こんな世界最悪の状態になったと。もし2月にやってればですね、少なくとも 80% の命は助かったみたいなことを言ってですね、今や上や下の大騒ぎですね、トランプ大統領がコテンパンにやられてるわけですね、まあ、そこでどういう結果になるかということなんですが、まあ、こんなことを言うと品種買うから言いたくないんですが、叩けば叩くほどですね、アメリカのカウボーイ精神というものはですね、ハンガンビークですから、トランプにプラスになってしまうんですよ。そういうこともあるっていうのは日本じゃありえない話ですが、少し皆さん
頭の中に入れとけばいいんじゃないかなと思ってる次第であります。増田先生ありがとうございます。